フメペグ、フメペグ、FFM ペグは動画と音声を記録、変換、再生するためのフリーソフトウェアである。ユニックス系オペレーティングシステム生まれであるが、現在ではクロスプラットフォームあり、ラバベコデック、動画、音声のコーデックライブラリー、ラバベフォーマット、動画、音声のコンテナライブラリー、リブスはスケール、色空間、サイズ変換ライブラリー、ラバベフィルター、 動画のフィルタリングライブラリーなどを含む。ライセンスは、コンパイル時のオプションにより LGPL か GPL に決定される。コマンドラインから使用することができる。対応コーデックが多く、多彩なオプションを使用可能なため、幅広く利用されている。フ p ペグは、単体では GUI を持たないツールで、ユニックスコマンドのように振る舞う。そのため、 対話式アプリケーションとして使用される場合、フロントエンドを用いることも多い。コマンドラインから実行する CUI として配布されているのは、ユーザーが必要とすれば、フロントエンドを利用でき、スクリプトなどのバッチ処理を行う際に呼び出すこともできるという利点からである。また、サーバーと組み合わせることにより、ファイルシステムやデバイスファイルとストリーミングサーバー間のフィルタとしても動作する。 2011年3月13日にフメペグの開発は開発体制の対立から ffmpeg.org と libav.org に分裂した。どちらもフメペグというソフトウェアをリリースしているが、側はアベコンブに名称を切り替える作業を進めている。この分裂に伴い、デビアン、ウブンツ11.04、 現当 Linux はラバブ側を採用した。2015年7月に d e ア i a n はセキュリティ問題への対応姿勢からラバブを排除し、フメペグ採用に戻った。Ubuntu もフメペグ採用に戻っている。ラバベコデックを参照。フメペグでは数多くのオプションを利用することができる。それらはフメペグのバージョンによって際があるため、利用前に オプションやコーデックの表記を確認することが望ましい。オプションはコーディチェ1で表示できる。また、コーデック名等はコーディチェ2やコーディチェ3で表示できる。コーデック名は、下記注意事項参照。一般的なオプション等の例を以下に挙げる。引数が異なる場合、ffmpeg.org のフメペグとラバブのアベコンブ両方を併記する。なお、ラバブのフメペグは、 従来通りの引数が使える。踏みペグ H、ファイル形式。アベコンブ、i インパートファイル C、V リブックス 264C、A リブファック B、V256 キロ B、A64K ウトパートファイル、MP4。アベコンブ、i インパートファイル C、V リブックス 264C、A リブファック CQP23AQ100、ウトパートファイル、MP4。 アベコンブ、アイインパートファイル VNC、A リブファック B、A128K ウトパートファイル、AAC、アベコンブ、アイインパートファイル、MP4、C コピーウトパートファイル、FLV、アベコンブ IRTSP、EXAMPLE.COM スラッシュ INPUTFILE.MP4-CCOPY ウトパートファイル、MP4、 アベコンブレ、i インパートファイル frtspc、vlibux264c、alibfacb, v256kb, a64krtsp, example.com スラッシュ outputfile.mp4。サーバー、カンフを適切に編集してから以下を実行、アベコンブ、i。 インパートファイル、バブ FMPEG-C、VMPEG-1 ビデオ C、AMP2B、V1152 キロ B、A128 キロ S352X240、ウトパートファイル、MPG。フメペグ、I インパートファイルターゲット NTSC、SVCD アブ128キロアスペクト4、3S720X480、ウトパートファイル、MPG。 クメペグ、アインプット1、AVI、サミックインパートファイル01、MPG なお、カンキャットスキーマは、ストリームの物理的な結合のみ行うため、この場合は使えない。公式サイトでは、コンパイル済みのバイナリは配布されていないため、自分の環境に合わせて、ソースコードをコンパイルすることもできるが、次のような手法でバイナリを入手することもできる。RPM 法事、 ィブナ等のリポジトリを用いて、YAM コマンド等でインストールできる YAM ヤム、イネイブルレイポイコール RPM ーム法事インストール、分泌ギャップとインストールコマンドを用いて、ディストリビュージョンのリポジトリに含まれているパッケージからインストールする。ポーツツリーに含まれており、該当ディレクトリに移動して、メイクインストールするか、PKG、アドコマンドでバイナリパッケージを導入する。 http://www.ffmpegx.com スラッシュにて、MAX 用のフメペグ X が配布されている。フメペグに含まれるライブラリー群は、多数のマルチメディアアプリケーションにより利用されている。また、パームのスマートフォンやソニーのブルーレイプレイヤーなどのデバイスにも利用されている。訪れの原因は大きく分けて一家がある。 フメペグにおいてはフレームレートは内部的に分数を用いて処理をしているためフレームレートによる訪れが起こることは少ないただし小数でフレームレートを保存するコンテナも存在するため限界もあるフメペグのライブラリを使用する場合に分数を小数に直してから処理すると訪れを起こす場合があるコンテナの実装において DTS を PTS にまたは DTS に PTS を代入した場合や、フメペグのライブラリを利用したアプリケーションにおいて、PTS と DTS をまさしく扱わなかった場合などに、訪れを伴う問題を起きる場合がある。また、負の PTS や負の DTS を使用している場合において問題が起きる場合がある。ディレイの問題は、遅延フレーム、エンコードに必要な無音区間の挿入。 デコードに必要的に出力される無音サンプルなどによって起こる。一部のコンテナや、その実装においては、ディレイはタグなどのメタデータによって打ち消す。コンテナがディレイを打ち消す方法を提供しない場合は、映像、音声データの方を調節するしかない。一部独自拡張のタグに、ディレイ情報を埋め込むエンコーダ、レームのレームタグや iTunes の iTune、うん、など、も存在し、 様々なソフトウェアハードウェアが相性問題を抱えている。フメペグはこれらのいくつかにまだ対応していない。また、変換前の動画を出力したソフトウェアハードウェアや変換後の動画を処理するソフトウェアハードウェアのバグや仕様によって問題が起こることも多い。変換前の動画にバグがある場合、バグオプションを使って回避できる場合がある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。